です。新年明けましておめでとうございます。ついに2021年がやってきました。これの一発目の動画を撮影しに今日は茨城県東海村に来てます。よいしょ。眺め最高。いいなここ。今日はここですね、古墳を見に来ました。ここの古墳8基あるらしいんで、ちょっとぐるっと回って見てみたいと思います。こうやってパッて見えてるところが多分そうだと思うんですけど、やばいやばいやばい、準備が、回る準備が、失礼。よし、それでは行きましょう。でいいところだよここは。まず第1基目これですね。第1号墳からの、よいしょ、散歩するにも結構面白いところです。マウンテンバイクに来てくの結構楽しめると思うような感じだと。で、第2号墳どれだ、まあ、このちっちゃい山なのかな。で、わ、3号墳どう、逆さうるさくてごめんね。確かこれが違うんだっけかな。あ、看板あった。これもそうなのか。あった、4号墳これですね。で、はい、たった5号墳新年早々、いい天気でよかった。ガサガサ入ってる。で、こっちかな。あった、看板が出てきた。6号墳どこだったかな。あれ、あれかな、あれが7号墳かな。やる、道がないのか、これは。あ、スタート地点のすぐ近く、7号墳これだ。
あれ8番目が8番目どこ行った？8番目あれ全部で8機あるはずなのに、はあ、疲れた。というわけで、まあ、全部見れなかったですけど、まあ、ちょっと来て探してみるのもいいかなと思います。それでは